来た。よいしょ。気持ちいい。いいサイズ。ゾーンの中ではいいサイズ。当たってる。ダブルヒット。ダブルヒット。ダブルヒット。イエーイ。おはようございます。おはようございます。シマのフィールドテスター松本圭一です。花澤美穂です。今日は、ここ橋水沖で太刀魚釣り、はい、天野でね、はい、楽しみましょう。もうね、はい、釣れてるんで、早くやりたい。こういうことしてる場合じゃないんで始めましょう。はい、はい、お願いします。60から18、じゃあ1投目いきますね。よし、ちょっと軽く投げてもらった方が。今60って言ったよね。落としてる時に喋るとちょっと分からなくなっちゃうかもしれないな。これ今日使ってる竿はサーベルマスターリミテッド新製品ですね。で、その中の、8G の MH80。 当たらない。当たんないよね。あ、来た、くる。あ、来た。来た。来た。やっぱいるかもっていうところにいますね。来ましたー。はい。やっと釣れた。ふわふわのゾーンがあって、そこをずっとネチネチ誘ってると、なんかどんどん軽くなって、来るかもって言って、でコーンって合わせた時、あ、来たーみたいなのがすんごい楽しくてたまんないですね。お隣さん上手なんですけど。あ、来る、これ来ますよ。あー、ちっちゃい。何メーターぐらい？60です。60。いやー、今のちっちゃかったー。ちっちゃいのだとなかなかかかんないんですよね、やっぱり。もうツンデレすぎるんですよ、いつもツンデレで、たまんないです。大好き。今ずっとふわふわして、いや絶対いると思ってずっと振って誘ってたんですけど、なかなか来なくておかしいなと思って、ちょっと長めに止めたら、やっぱりガブガブっと、じゃステイのパターンがいいのかもしれないですね。よいしょ。今の当たった色、赤金です。今3色使ったんですけど、これが一番早く当たりが出ました。あ、いた、下にいた。これはいい。お、変わんねえか。普通にちょっと動かして止めて、動かして止めてって、なんか魚気があるけどちゃんといい当たりが出てこないから、なんかちょっと模索してる感じ。そしたらふわって持ち上げてきたかな。
今のヒットシーンは、まあ、一応指示棚下からで、こう何て言うんだろうな、ちょっと仕掛けの重さが変わるところがある。でそこで結構当たりが出てるんですけど、そこ行く前に触ってきた感じでかかりましたね。こうやって単純にちょっとずつ巻きながら止めて、ちょっとずつ巻きながら止めて、でまあ簡単にふわって穂先が持ち上がったんで合わせたらかかったっていう感じですね。でまあソリッド部分が短いんで、こう竿のこう穂先誘った後の止めでピタッと止まってくれる、これやっぱちょっと長い穂先、グラスソリッドとか、まあ、カーボンもそうですけど、ちょっと長いとやっぱこの安定がないんですよね。でこの安定感に今こうピタッと止まった状態になると、触ってきたり食い上げたりしたあたりが目で見やすい、まあ、この、まあ、軽量化するためだけじゃなくて、そういう穂先の何て言うんだろうな、感度もその手だけに、手に伝わってくる感度ってだけじゃなくて、目で見る感度も上がってくる。あとはもう一日こういう、例えばこういう動作だったりこういう動作だったりするときに、まあこのグリップですよね、あの基本的にはこういう風に持つんだけど、別にこうやって持ってもこうやって持っても どうやって持っても構わないんだけど、持ちやすいように持ってもらって誘い続けることができる。だからこうやって持ってもいいし、ね、こうやって持ってもいいし、こういう風にやる人も多いし、こういうのもできるし、そういう意味ではすごくこうフィット感もあって持ちやすいグリップなのかなっていう。あ、待って当たっちゃった。来た。あ、もうちっちゃい。よし、もう今行こう。はい。で今使っているロッドはサーベルマスター TT の新しく追加された 82HH170 で、この特徴はこのデュアルシート、左でも右でも持てるという画期的なシートになってます。で、まあ、HH ということなんですけど、ちょっと硬めでてんや向きになっていて、で軽くていいですね、まあ、硬くてあの誘いやすいっていうのもあるし、まあ、今当たってるんですけど、そういい感じです。とても当たりが気になっちゃってガブガブやられた食いそう。来たやっと。バレないでお願いします。重い、よいしょよいしょ、曲がります。ちょっといいんじゃない。なかなかあの、まあ、いるの分かってたんですけど、やっぱりふわふわしてるところで、でやっぱなかなかあの食ってこなくて、長めに放置していったら、まあ、チビチビでもなかなか針にかかんなくて、それ繰り返してるうちにあの竿先が入って、まあ、合わせて釣れました。釣れたのはずっとやっぱりあのふわふわしてるところで誘ってて、で止めた時にチビっていう、こうちょっと噛むような当たりがあったんですけど、なんかそれもなんか針にかかった感じはしなくて、そのずっと何回も繰り返して、で長めに止めてやっと竿先入って釣れた感じです。はい。で今あの赤金からムラゼブに変えたんですけど、
っぱ杭が悪かったんで変えてみたらすぐに、まあ、チビっていう感じの当たりですけど、まあ、出たので、まあ、食いしぶった時には、まあ、カラー変えてみるのもありかもしれませんね。一回止める？立てるよ、立てるよ。顔を追いかけ、はい。うわぁ、負けない。うわぁ、バレた。あるある。あ、来たよ、来た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 。来てるよ。立てるよ、立てるよ。やったすごいね楽しい。今一回バラしてそれでまたあの絶対また見てるっていうのを信じて同じところで誘ってでやっぱりまたね近づいてきてふわーって軽くなってちょっと針にかかったところを一回止めてくるくる巻いて深追いがけってなんか呼んでるみたいなんですけど、まあ、そういうかけ方でやってみました。よし、イエーイ。ブラゼブちょっとなんか違う釣り方、楽して釣れる釣り方を探してます結構ね日によってはただただこうやってなんかね巻いてるだけで結構当たっちゃう日は当たっちゃうんだけどね、今はそういう時間帯じゃないのかもしれない。まあ、その試行錯誤するのが面白いんだけどねあ一番下だったね今ね。一番下だったな。違うか。来たー。来たー。あーあーすんごい戦ってた今またずっとチビ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 やられてて勝ちましたよ。チビ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 ずっとやってたからずっと振ってあくそ自動でかかるように。こっちは負けたよ戦いにこっちは戦いに負けた。来たはいブラゼブこっちは今ね負けた戦いに負けた戦いに負けたおお今のは気持ちいいこれはちょっとどこで当たりました今60ぐらい60ぐらい、うん、60のちょっと上ぐらいだでも負けるからな。まあまあ、いや、そうでもないか。よいしょ。いいサイズ。ドーンの中ではいいサイズ。今のは叩いて止めて叩いて止めてってやつですね。ただ、まあ、いい感じで跳ね上げるっていうよりはなんかイグイしてた感じで綺麗な魚だなこれ本当に。まあこういう叩いて止めて叩いて止めてっていう感じなんですけど、これハンドル1回転にしたりハンドル半回転でっていう感じでいろいろ変えてて、今ハンドル半回転でずっとやってたらさっき当たってまた当たったんで今その感じでハンドル半回転で6回ぐらい
叩いてる感じかな、ちょっと大げさに。まあ天野はそんなに動いてないと思うんだけど、今こう脇で挟みながら、脇でねこう固定して、脇とこの X シートで固定しながら、これをこうやってるだけ。あ、来た。今手離した瞬間に竿がフッて上がったのよ。60ですか？60。激しいのがいいのかな。だから脇に来た、今脇に当たりが。ゼロセットこれね、水面でバレるのが嫌なんで少し下で止めちゃうんですけど、ここのは全体的に型が少し良くなってくるんだね。最近ね結構当たるパターンで、こうスーッて引っ張ってやるんですよ。最後ピッて止めると竿がチョンって返るんだけど、それで反応するのか、その時にポーンって当たりが出ることが結構続く時は続いて、ちょっと楽させてもらってるんだけど、風にちょっとねやり方変えてみてもいいのかもしれない。結構これは楽でいいですよ。お、皆さん来ました？来ました。ちょっと大きいかも。お、大きい、大きい顔線に出ました。いや、もうずーっとなんかいるかもみたいな、やっぱふわふわゾーンをネチ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 やってて、やっとずっと叩いてる途中に食ってきて乗りました。うー、重たい。サイズはさて、でかそう。おお、でかいでかい。いやー、2サイズだよ。久々でーす。妹さんが使ってるフラッシュゴールドに変えてみました。この流しからちょっと差を変えました。リミテッド2種類あるんですけど、ずっと8-2でやってたんですけどね、こっからはちょっと91HH 170ですね。あのすごい硬い、要するに操作重視みたいな感じのさ、ちょっとこれでやってみたいと思います。今使ってる91の方はさっきの竿と違ってこうピンとしちゃうんで、逆にこういうちっちゃい操作でも天野がちゃんと動かせられる。で、まあ短くなってる分視点がちょっと手前に来てるから、まあ逆手ここかかるんだけども比較的こう楽に操作ができる。硬くて長いとちょっとしんどいんだけど、硬い分短くなってるんで、天野の操作はいいと思いますよね。だこの辺はもう多分ね好みだと思います。どっちが好きか、どっちがやりやすいか。先まであんま曲がんないから、ちっちゃい動作も全然動きがいい。深場とかで使うといいのかなって。あと天野を動かしたい時で、ここにねこのカーボンのコック同じ仕様になってるんで、脇挟んで、でこう固定してね誘ってやる。こういうねバイブレーションみたいな誘いの時はここをうまく使ってやれば、こうちょっと持ち方を変化させながら持っていればそんなにきつくないはず。あ、来た。あ、やばい。楽しい。超曲がる。何メーターぐらい？今60より上ですね。上ですね。58とか。い
でもサイズはこのサイズでサイズはこのサイズですねイエーイ。今今はあの当たる棚を探しに行って、やっぱあのふわふわゾーンを見つけて、でそこで叩いて止めて叩いて止めてってしてたら、まあ、止めた時にブチビチビって当たりがあって、でちょっと竿を変えたばっかりなので合わせてみました。はい、今日はせっかくなので、まあ、別の竿を持ってきてんで違うの使ってみました。当たってる。ダブルヒット。ダブルヒット。ダブルヒットだほら。ダブルヒットだほら。ちっちゃいけど。全然違う竿の曲がりが。でもさっきまでこういう竿を使ってたでしょ。使ってました。すごい、こう曲げて曲げられるのいいですね。そうそう、からドーンって来るんだよね。うん、あ、舐めたぐらい楽しい。もう上がる、もうそろそろ上がります。キャはいいけど、はい、そっちが高かったらかっこ悪いじゃん。同じぐらい。あ、よかったよかった。ちょうど同じ群れかな。ほんとサイズが同じですね。ダブルヒット、ね、イエーイ。今ロットを変えましたって説明をしようとしたらちょうど当たっちゃったんですけど、で TT の 73M210 長くて柔らかい竿に変えてみました。これも柔らかいので天秤にもやっぱり使えますね。で今入れてすぐ当たっちゃったんですけど、もうチビチビってした当たりですぐに合わせたんですけど、さっきかからなかった当たりがかけられるようになりました。すごい、なんかもうかかった後もあの曲がりがすごい良くて気持ち良くていいと思います。きたー、楽しい。ズボーンって止まるでしょ。ドーンってそれがね、73のいいところ。思いっきり合わせられるのがいい。それが73の竿のいいとこなんですよ。今もやっぱり叩いて止めて叩いて止めてで、止めの時にゴツゴツってなって合わせました。さっきよりはいいんじゃないか。よいしょ、今叩いて止めて叩いて止めてで、で止めた時にゴツゴツってきたんで思いっきり合わせました。やったー、やったー。船がいるとモイルタイプなんですよ。そうそう、したら勝手にだ、多分こうやって加えてて、そのまま反転するときにかかっちゃったんじゃないかな。その前に止めとかの間を作ってるのに、結局ずっと動いてるやつを食いついちゃう感じ。でかい、よいしょ、おお、いいの来た。そうね、今のも叩きながら微速で巻いてきたら、そのまま寝掛かりみたいに、だから向こうがね強くガンっていい感じに噛んでくれると、硬い竿はその反発でかかっちゃうこともある。やっぱり
その特性を理解してというか、なんだろう、慣れてる、ある程度竿に慣れっていうのも必要だと思うんだけどな。今日使った竿は、サーベルマスターリミテッドシリーズですね。新しく出たシリーズです。調子は、91の HH170、 それから、82の MH、180、2アイテムの展開になりますね。で、特徴は、タフテックインフィニティを使った、ソリッド穂先で、これをすごく短くすることによって伝達する感度も良くなってるし、軽量化も図ってる。それから、このグリップですね。これ、これはね、X シートのテクニカルガングリップ。まあ簡単に言うと、左右どっちでも、右巻きでも左巻きでもどっちでも大丈夫ですよっていうところですね。で、まあ両方こうよりね、リールのパーミングがしやすくなって、まあ疲労感の軽減にもつながってるかなと。あとは特徴としてはカーボンモノコックで、これはあの断面こう四角いんですけど、四角っていうかまあちょっと面が多いんですけど、まあ脇に挟んだ時の安定感とか、それから設置する面積ですよね、体にね。だから感度がまあ非常にいいという感じのロッドを今日は使ってやりました。で、まあ、82はちょっと MH なんで、小持ちまで少し柔らかい、ちょっと優しい調子で、91の方はもう、まあ、言っちゃえばガチガチですね。あのその操作とか、要するに誘いとかね、合わせの操作に、まあ、遊びがないんで、まあそういうカチッとしたのが好きな方は91おすすめですね。で、一般的には82ぐらいが使いやすいのかなっていう、まあ、この辺好みなんで、ちょっと機会があったら手に持ってみていただければ幸いですと。そんな感じです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いろいろとね、竿を使ってみて、はい、今日テイヤタチをやってみたんですけど、はい、結構当たりが多くて楽しめた。そうですね、楽しめました。結構満足です。そうですよね。で、いろんな竿のね、はい、こう調子見たりとかもできたし、はい、なかなかいい兆候だったんじゃないかなと思います、うんうん。まあほぼね、この辺って一年中もシーズンなんで、うん、ぜひね、皆さんね、まあちょっと今日見て気になった竿とかあったら、釣り屋さんに見てもらって、現場にも来てもらって楽しんでもらえたらなと、うん、思います、ね。よろしかったらね、ぜひね、ぜひやってみてください。面白い釣りになって、はい、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。